即応予備自衛官、即応予備自衛官、即応予備自衛官とは、陸上自衛隊において即応性の高い予備要員として任用している官職、または官職にあるもののことを言う。即応予備自衛官、第1期は、第19普通科連隊、福岡中遁地2998年、平成10年3月、陸上自衛隊初となる、即応予備自衛官指定部隊。 コア部隊に改編。会場、航空自衛隊には、同制度は存在していない。陸上自衛隊退職者の志願者からなり、予備自衛官よりも高い連動が期待され、有事、訓練等の際に招集、陸上自衛隊における、各任務につけられる。平成25年度防衛予算における、即応予備自衛官の定員は8175名となっている。身分は、 常備自衛官と異なり、非常勤の特別職国家公務員であり、防衛省の定員外の防衛省職員、自衛隊員である。即応予備自衛官を雇用する企業には一人につき、月額4万2500円、年間合計51万円が給付される。即応予備自衛官の目標人員8175人に、対して59.6%の充足率となっている。 即応予備自衛官は1997年、平成9年に創設された官職及び制度。自衛隊では、常備を中核とする自衛官のほかに、予備自衛官等制度を設け、即応予備自衛官、予備自衛官、予備自衛官補の3種を設置し、通常は他の職業に従事する元自衛官を中心に、予備の要員として任用し、一定の招集訓練。 または、招集教育訓練を施している。中でも、即応予備自衛官は、即応性の高い予備要員として任用されたものの、ことであり、通常の予備自衛官よりも訓練、出頭回数を多く、義務付けられ、予備自衛官等制度の中で最も高い連度が期待されている。即応予備自衛官の任務は、防衛招集命令、治安招集命令、災害等招集命令、 国民保護等招集命令により招集された場合に、再して出頭した日をもって自衛官となりその職務を遂行することされている。身分は、予備自衛官、予備自衛官補と同じく特別職国家公務員に位置づけられ非常勤の自衛隊員、防衛省職員である。即応予備自衛官の任用対象者は自衛官として1年以上勤務し、 退職後1年未満の元陸上自衛官、または、陸上自衛隊の予備自衛官、予備自衛官補出身の予備自衛官すなわち、公募予備自衛官を除くのうち、以下の年齢条件を満たすものとしている。即応予備自衛官で任用される際には、現職の時の職種以外で採用も可能である。例、現職時イコール普通加即応予備自衛官時イコール、通信課。 処遇については、訓練招集手当、即応及び自衛官手当、金属報奨金、雇用企業給付金がある。また、訓練招集命令により出頭し、年間一定期間30日の訓練を受ける。普段は、社会人として一般企業に勤務しているため、訓練に参加しやすくするために分割出頭が認められている、ふんわり出しできる回数は、 およそ8回から12回。即応予備自衛官の招集実績は2018年現在以下の4例となっている。即応予備自衛官の階級は通常の自衛官の階級に即応予備と関して故障することとされている。通常の自衛官の階級は陸将以下に等陸士までの16階級であるが、即応予備自衛官においては9階級で構成されている。 即応及び自衛官の階級においては、即応及び二等陸位を最高位とし、即応及び一等陸士をもって、階級第9位として定められている。基本的に階級に応じた訓練手当と即応及び自衛官手当の2種類が支給される。条件等によるが、訓練に出頭ができなかった月は、後者は支給されない。また出頭先と居住地に一定以上の距離があるものは、 ベッドに定められた交通費も支給される。なお、基本的に防衛出動、災害派遣等で招集がかかった際、出頭時から任務終了までの間当該の階級及び指定合法に応じた報給が支給される。出頭時から1ヶ月は、通常の報給額が、支給1ヶ月に満たない部分は、日割りにて給与が支給される。指定合法に関しては現職を、 体幹時の階級による合法を基準とし、即応予備自衛官として登録後の勤務状況や、登録年数、即応予備自衛官として登録後の承認時における合法に関してはそれぞれ勤務状況等を考慮した合法が支給される。例えば3人気満了による陸市長から特別承認した即応予備3等陸僧の場合は5合法の支給、予備自衛官等として登録し、 即応予備自衛官として採用され、一定期間の招集訓練への参加、勤務状況良好で承認となり陸市長から、3層に承認した者は、市長の在任期間や自衛官に採用される、前職までの経歴等を考慮し4号法から8号法として法級が指定される。訓練出頭中は、基本的に常備自衛官と同様に、A 内居住を命ぜられる。 なお、幹部に関しても、営内居住となり外出時は申請が必要となる。災害招集等で、駐屯地にて待機等の場合は指定された場所での居住となる。主に外来宿舎や空いている営内居住区、自習室等の空き部屋等を、年間30日という、多い訓練日数や高い即応性が求められる観点から、予備自衛官や予備自衛官補と異なり、 招集以前から、現役自衛官と同様形式の、即応及び自衛官身分証明書が交付されている。このため、訓練準備などのために駐屯地に入りデモンが可能であり、部隊によっては私有者の入門許可証等も発行しているところもある。即応及び自衛官に認じられるときは、自衛隊法第53条及び自衛隊法、施行規則第41条の2に則り、 以下のような宣誓書に署名捺印をすることが義務付けられている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。